メルセデス・ベンツ、メルセデス・ベンツ、ゼトロス、ゼトロス1833、ゼトロス2733、メルセデス・ベンツ、ゼトロスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで製造、販売している、オフロード仕様のトラックである。ドイツ陸軍をはじめとした軍隊のほか、民間でも、不整地向けの緊急車両や、輸送車両として利用されている。 2008年6月にフランス・パリで開催された防衛機器展示会ユーロサトリで初公開され2009年にブルガリア陸軍が導入ドイツ陸軍も2012年に導入が決定した生産はドイツのベルトアムマインにあるメルセデス・ベンツのトラック工場で行われている4輪のゼトロス1833と6輪の ゼトロス2733が用意されている。共に、全輪駆動で、初期には、出力 326hp の7.2リットルディーゼルエンジン OM926LA が搭載されていたが、後に出力 476hp の12.8リットルディーゼルエンジン OM460 に、強化されている。 キャビン前方にエンジンを備える、いわゆるボンネットトラックとなっており、これにより、全高を抑えて C-130 などの、戦術輸送機や貨物列車での輸送も可能となっている。ほか、整備のしやすさや安定性の向上、地雷による乗員の被害軽減も図っている。キャビン側面にはシュノーケルを備え、水深1.2メートルまでの塗装能力がある。 2012年時点での車両価格は8万ポンドからと、される。仮ナンバーをつけて、岩手県山田町で使用されていた1833。車両右前方に、ミラーが追加され、車体には、英語で、多数の応援メッセージが書き込まれているゼトロスは、日本での販売は行われていなかったが、2011年3月11日の、 東北地方太平洋沖地震の発生を受け、ダイムラーより復興支援として8台のゼトロスがウニもぐ4台、G クラス8台とともに日本に空輸され、これに日本国内の三菱不走キャンターを加えた合計50台が日本財団に寄贈された。寄贈されたゼトロスは1833が7台、2733が1台で、 このうち2台の1833はクレーン付き3点ダンプとなっている。これらはもともと見本社としてヨーロッパ各地の販売店に配置されていたものを緊急に集め、ダイムラー本社で日本で使用するための最低限の改造を施した上で急遽空輸されたもので各社とも塗装や細部仕様が異なり一部の車両には車体の周囲に ダイムラー社員からの応援メッセージが無数に書き込まれている。ゼトロスは日本での認証を取得していなかったために車両登録が行えなかったが迅速に支援活動を行うために仮ナンバーが交付されて2年間の使用が認められ被災地に送られた後物資輸送や瓦礫処理に活用された。2013年8月被災地の道路の応急整備がほぼ済み。 ゼトロスの行動走行認可も切れたことから、日本財団はキャンターを除くダイムラー寄贈車両の使用を終了した。これに伴い、復興作業に使用されたゼトロス1833のうちの1台が、ウニモグ G クラス各1台と合わせて、日本自動車博物館に寄贈、展示されることになった。三菱不走も一部を引き取っており、後に、 同社主催の試乗会が開かれている。ダイムラー、三菱不桑、メルセデス・ベンツの車両系50台を、キフプレスインフォメーションハット、ゼトロスは、英語由来の読み。ドイツ語では、セトースが近いハット、ゼトラス、アリアズ・オブ・アプリケーションメルセデス・ベンツ・トラックス、ニュージーランド、トラックス・ユー・キャントラスト・ハット、ゼトラス、ウニモック、オン・アステロイズ、ミリタリートレーダー。 ビークルーズ、ジャーマンアーミーハズコンクルーデッド、A コントラクトフォーザパーチェスオブ110ゼトラス4、X4 トラック5トンズ0806121、ジューン2012ニュー、アーミーミリタリーディフェンスインダストリー UK、ミリタリーアーミーディフェンスインダストリーニュースイヤー2012、アーカイブされたコピー、2009年12月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2020年4月4日閲覧。メルセデスショーズオフニューゼトラス。コマーシャルモーターハット。ゼトラスイブクレットメルセデス。ベンツスペシャル。トラックスワールド。ハットワールドプルミエーティーインターナショナルディフェンス。エキシビジョンユーロセトリー 2008. ザニューメルセデス。ベンツゼトラスオフ。ロードトラックエマーシデズベインズ。ザアンオフィシャルメルセデス。ベンツウェブログ。ハットメルセデス。 ベンツゼトラス、エクストリームオール、テレインケーパビリティーズウィズヘビーローズ、アバブビローグラウンドダイムラーグローバル、メディアサイト、ハットザオールテレイン。サスペンションシステムダイムラーグローバルメディアサイト、ハットトップギアドライブスザメルセデスゼトラス、トップギア子供祭りでゼトロス体験。岩手県、山田町 YouTube 山田町災害復興支援隊、ダイムラウニモグ、ゼトロスなど。 復興支援車両の贈呈式、カーウォッチ、ハットロードプロジェクト日本財団東日本、大震災1年間の活動記録6第4、小企業からの支援、まとめ被災地で活躍した、ベンツ特殊車両日本自動車博物館への寄贈を、決定日本財団博物館に寄贈する3車種の、詳細日本財団、被災地で活躍した、ベンツ車両を、日本自動車博物館へ寄贈。 カーウォッチ三菱不走のテストコースで復興支援車両、ウニモグ、ゼトロスに乗ってみた、カーウォッチ。ありがとうございます。